はい、それでは今から、BNK、作文レベルの、シニアレベル、審査員特別賞の、表彰式を始めます。はい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 、ではシニアレベル、審査員特別賞、リビア、デュパティ様、はい、あなたは、2022年、BNK 作文コンテストにおいて、極めて優秀な結果を残しましたのでここに賞します。はい、ありがとうございます。はい、2022年8月29日、審査委員長、国際交流基金日本語アドバイザー村上義文、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ではですね、この後で、はい、リビアさんに作文を読んでもらいたいと思います。はい、じゃあちょっと待って、はい、はい、はい、お願いします。ちょっと待って、2ページいっちゃいました。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、まあ、本当に入社されて、まあ、嬉しいです。まあ、今から作文を読ませていただきます。はい、まあ、私が選んでいたトピックとは、まあ、インフルエンサス、インパクト from Japan and Japanese people でした。だから、まあ、私が選んだタイトルとは、題名は、まあ、私から見た日本ということです。はい、まあ、私、今まで経験では、まあ、日本か日本人と、まあ、お話したりとか、まあ、接触したりときには、いろいろ、感じた経験のちょっと圧縮して、まあ、言葉の、まあ、文字の限定も、まあ、1500以内にするように限定がありましたので、できるだけ、まあ、圧縮するように、まあ、だいたい私の今までの経験のちょっと圧縮して書きました。それをちょっと、まあ、今から読ませていただきます。技術、規律、誠実さで世界に広く知られている日本には他にも未知の興味深い事実がたくさんある。これは日本人と接触したり日本企業で働いたりすることによってのみ知ることができるというのは私の意見である。私も数年前に日本の会社で働いていたので幸運にもより日本と日本人の身近に知ることができたのは本当に嬉しいと考えます。まあ、これらにより日本はもっと私の心に近づけた。日本人と交流する前の私の第一印象は日本人は硬直的で補修的すぎるのだった。しかし後で変わった。日本の上司はとても謙虚的で他の国にあるような第一線の従業員との間に大きな隔たりはないことである。社長はチームの集まりや昼食に後輩や新入生に同行することさえあって他の国では一般的ではないことを初めて感じた。社長が私に同行したとき私は社長の振る舞いに非常に圧倒され謙虚に感じた。昼食中ずっと社長は私たち全員に対して他の普通の同僚と同じように振る舞った。この出来事は私に感銘を与え会社のために最善の尽くす動機を与えた。この事件は私の心の中で日本人について非常に良い第一印象を与えた。日本人の特徴は相手の立場に立って考え共感することであると感じた。平日朝のピークの時間帯の満員電車もその例だと思う。また駅長は全ての乗客が列車に乗り込むように細心の注意を払ってから列車の運転士に信号装置を示することもそうだと思う。車内は
混み合っているのに外に立っている乗客を乗せてくれるほど理解のある車内の人もその例だと思う。電車の駅長と運転手も仕事を完璧にこなす。これがさらに私に既存の印象に残った。日本人が勤勉で他人の助けを借りずに自分で仕事をすることで自立心があるという事実はとても称賛に値する。高齢者は自分で自分の仕事をする。健康を維持するために家事や趣味をすることで忙しくしている。これだけでなく、日本人は非常に健康的な食生活を送っている。これからこそ、日本の平均寿命は他のどの国よりも長いのであると思う。学校の子どもたちも、学校で清掃作業とか農業、社会活動の方法を教えられることをすごい良いことだと感じた。これにより彼らは大きくなった時に責任になるより良い市民になると思う。また交通規則はとても印象的である。自転車や歩行者は他の車両よりも重要視されている。車のクラクションが聞こえるのも全然ないです。これは他の国では同じではないと思う。あってもあまり人が守らないことだと思います。動くエスカレーターで人面に並ぶ姿は日本でしか見えないですね。あと商店街でも商品は誰にも見守れずに外にさらせている。強盗やその他の犯罪率は他の国に比べて日本では低い。日本人は常に勤勉で自立し正直で言おうと努力していることがどこでも見える。電車の中で寝ている人が荷物や携帯電話を公然としたままに寝ていることもたくさん見える。それとも誰も荷物を盗まないです。こういういろいろことは日本を作っている。私みたいの他のたくさんの外人に良い印象を残されている残させている。日本は本当に私にとって第二の心のふるさとになった。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。はい、とってもね、詳しい作文を書いてくれてありがとうございました。はい、あとなんかちょっと喉の調子が悪そうなのに、はい、頑張って読んでくれてありがとうございます。そうですね、はいはいはい、まあ、風邪をひいてるので、はいはい、はい、できるだけ、はいはいはい、じゃあ最後に感想ですけど、今はどんなこのね、BNK 作文コンテストの審査員特別賞というのをもらって今はどんな気持ちですか？本当に嬉しく感じているんですね。全然期待していなかったけど、参加しようとだけしましたが、本当に入賞できて嬉しかったです。嬉しいです。審査員皆様に、心よりありがたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、わかりました。はい、じゃあこちらこそね、本当に参加してくださいましてありがとうございました。またね、来年もぜひ、これ、年に1回ですか？多分そうだと思います。来年のことまだ決まってませんけどね。はいはい、はい、また今度初めて、私が参加したのは今年初めでした。そうですね、初めてでした。はいはいはい、あとね、これからも、あとそれからその、ディビアさんのね、生徒さんのにもこういうコンテストのことを教えてあげてください。了解いたしました。はい、はい、それでは今日はご参加くださいましてありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい。